終了します。お疲れ様でした。この後の天気は。皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回は、奈良県にある RV パーク、薬師の里へやってまいりました。登録、お願いします。4番ですね。わかりました。はい。すいません、ありがとうございます。RV パークで、バーベキューをしたいと思います。バーベキューのタレは、K スタイルさんから教えていただいたタレで、
食べてみます。もうコロスケもくつろいでます。それでは RV パークでバーベキュー始めたいと思います。はい、乾杯。イエーイ。暑かったからお酒おいしいな、うん、ここせやけど近くが水辺ではないから顔おらんな、うん、あんまおらんな、うん、人誰もおらへんし誰もおらへん俺らだけやん。なんかいっぱい泊まってるからいっぱい来てはんねや思ったらあれね違うもんな、後ろに止まってる車、バスコンとかいっぱい止まってるけど。なあ。何のある？はい、いただきまーす。いただきまーす。うん、うんうん、RV パークでこんなんできるとはな。な住宅地の住宅地のど真ん中やね。ここゴミは取らなくて。ごちそうさまでした。プリーズサブスクライブ。久々登場の煙突くんです。これここを自分で削りましたこれあの植木鉢です。結構削るの大変だったんですけど、あの野口オートキャンプ場の野口か、テントがぐちゃって崩れるぐらいの、うん、あのものすごい強風の中でこれなすごい役に立ったな、うん、風よけとしてものすごい優秀、飛びもせんし、さあのこのレンガの強さが3匹の小豚のあれを。誰が3匹の小豚？あなたや。1、2、3コロ豚や。コロコロやけどもや、誰が3匹の小豚まあそんな感じでこれめちゃくちゃ重宝してます。で今からあのネギ錠を作ろうと思います。めっちゃいっぱい忘れ物してんね今回な。今回な持ってきたものの方が少ないんかな。うん。寒くなってくるから早くしよう。ちょっと土が出る。わざとではない。あ、これ。なんか。ストップ入れてるかな。本当なら白だしなんですけど、白だし忘れたんで急遽コンビニに行ってめんつゆ買ってきました。ほんま垂らす程度で、もしあれやったらまた後で足はいいかな。
わあ、黒なったな。彩り悪いな。完成。ということで完成です。ではいただきまーす。ちょっと熱いからな。あれが欲しいのかな。僕あさりはこれにしようかな。何個か冷ましとかな。うん、悪くない。悪くはないやろ。でも甘いやろ。言った通り、うん、最後このアヒージョで使ったオイルを使ってな、うちはパスタにすることが多いな、うん、ペペロンチーノにな。あーおく、うん、このオイルの中にあのちょっと焼いたパンとか入れて食べるのも美味しいな。うん、ごちそうさまして、あと寝る準備に入ります、うん、ごちそうさまでした。登録お願いします。おはようございます。今からこちらで朝食でも作って食べたいと思います。いただきまーす。もうちょい下に見えへんか。ちょっと見えにくい。俺も見えにくい。湯原の時もこんな感じの朝食とかになったらよかったのに。菓子パンって終わって。何かはいつものメンバーはな、昨日からずっと見てくれてはって。ごちそうさまでした。次回も見に来ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンフォローしてもらえると元気が出ます。またね。